はスイスの元同国代表の元サッカー選手。ジュネーブ出身。ポジションはセンターハーフ、ディフェンシブハーフ。16歳でグラスホッパーズでプロデビュー、スイスリーグ3連覇に貢献した。1999年に PSV に移籍し UEFA カップベスト8進出や l ディビジ優勝に貢献した。2005から06シーズンは AC ミランでプレーするも、出場機会に恵まれず、レアルベティスに移籍した。しかし2007から08シーズンには、出場機会がなかったことから2007年12月に、ベティスを退団し、翌年3月に、ブラックバーンに入団した。しかし、ここでも満足な出場機会は得られず、2008から09シーズンの冬の移籍に契約を解除、自由契約となった。 2009年11月5日、現役引退が発表された。2年半の引退期間を経て2012年2月に、フルスグラスホッパーズに現役復帰し、シーズン後に再び引退した。18歳でスイス代表に招集され、翌年開催されたユーロ1996にも出場。国際大会での不遇を囲う代表において、 キャプテンを任されるほど欠かせない存在へと成長した。ドイツ W 杯にも出場し、若手の多いチームにあって、豊富な経験は貴重なものとなっていたが、ヤコブ・クーン監督との確執により2007年2月以降、代表を離れた。代表のチームメイトであったパトリック・ミュラーとは、同い年であり、ユース時代からのチームメイトであったことなどから、仲が良い。ありがとうございます。